シニョレッリ罪されし、ものを地獄へ追いやる、天使戦5 0 0から04ゴロオルビエート大聖堂さん、ブリツヨ礼拝、ドールカシニョレッリは、ルネサンス期のイタリアの画家。コルトーナの出身で、死は、ピエロデラ・フランチェスカであるとされるが、画風は、死の理知的で静けさに満ちた作風とは異なり、ダイナミックな線描と、正確な人体表現が特色である。ボッティチェリ、ペルジーノとに、 バチカンのシステイナ礼拝堂の壁画装飾に携わっており、東大一流の画家とみなされていたことがわかる。シニョレッリの裸体表現の彫刻的な力強さは、ミケランジェロの画風の先駆をなすものである。バザーリによれば、ミケランジェロは、シニョレッリの仕事をいつも散々しており、ミケランジェロ自身の代表作、最後の審判の制作にあたって、 シニョレッリの表現を参考にしたという。イタリア中部オルビエートの大聖堂にある最後の審判を題材とした壁画連作が代表的な仕事である。男の肖像のような肖像画も残している。ありがとうございます。